それでは後半、は、これからの、えーまあ、日本代表ということで立川選手、今キャプテンですからそこからこう話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、去年の11月、ね、ウェールズと大接戦という,そう,いう試合がありましたけど立川選手は、まあ、今のジャパンというのはまあどういう,う、ね、風なラグビーを ファンのラグビーっていうのはもう本当に走り勝って15人が動きずっと動いてっていうようなあまりキックもせずにやっていくというスタイルでしたけど、まあ、今はあのー、キックもしっかり蹴りますし、あのー、一人一人の役割がこう明確になっていてす効率よく動くというような荒木さんが言ったように状況判断がすごく必要なスタイルのラグビーなのかなと思っています。 エディーさんのときはもうほとんど決められた動きが多かったのでポジションによっては、うん、もちろん9番とか10番とかそのボールを動かす人間というのはすごい状況判断とかあの必要でしたけど、まあ、でもフォワードだったりとか、まあ、センターもそうですけどもうほとんど決められた動きの中で少し状況判断みたいな今はもっとあの選手側というか選手がどんどん判断していくというのが。 大事になってくるのかなと思いますね。エディさんとジェイミー・ジョセフさんはどう違いますか。ジェイミはーはうんなんですかね。あんまあんま怒んないですけど、エディさんほど <laughs> エディさんほ怒んないですけど、でもやっぱりこうそういう威圧感あったりしますし、あ,<ー>あの選手の意見もしっかり聞きながらうまくまとめてくれてるのかなって感じですね。うん。 広瀬さんは新しいジャパンのラグビー去年11月とか見ててどんな感想ですかわ、まあ、かりやすく言えばキックの回数が全然違うんじゃないですかねパスとキックの比率って、まあ、ラグビーにおいてすごい大事ですけども相当2回何かの試合二回に1回ぐらいはキック受け、ね、てるぐらいのエディさんの時は比率出たら10回に1回ぐらいのキックやったんですけど回、うん、回パスと1回キックでも今はもう3回に1回とか、うん、2.5に1回ぐらいですね、うん、2> 2回パスする間に 一回は蹴りましょうっていうような感じなで、うん、ものすごい増え方です、ね、全然違うラグビーですね,だですねだキックの種類も増えてきたし、うんうん、エディさんの時はもう割と長いキックだけでしたけど、うん、今はもうハイパントだったりショートパントだったり、うん、ハーフのキックだったりっていうのはすごい多くなってきましたねそれはエディさんはあまり使わなかったっていうのはまあ狙いがちょっと違うっていうことなんですかねそのラグビーの どういうラグビーしたいかっていうのはお二人が全然違うラグビーなんですね、うん。そうですね。まああのエリィさんの時はまあボール渡してしまうと、うん、もうこっちに攻撃がないっていう考えだったんで、うん、とにかくボールキープしてボールのボールを持ってアタックしようっていうような形でしたけど、今は相手に渡していいからエリアを取っていこうっていうような感じですね。うん、それは広瀬さんどうですか。自分がもし今ジャパンにいたら。 まあそうですね最初、結構心配してましたけど、うん、キック多すぎるの大丈夫かなと思ってましたけど、うん、もうウェルズの試合見たらすごいハマってたので、うん、まあこういうラグビーもあるんだな,ってなんかすごい勉強になりましたねで、うんまあ、あとはまあでも対戦相手によってまあこれから変えていかないといけないことはあのフィジーの試合見て思いましたねやっぱフィジーの試合ではそれ、まあ、変わらず蹴ったんですい,っぱい、うん まあそれ4年間のプランだからあそこの勝ち負けあんまり重要視してないからいいんですけど、うん、そうするとフィジーの人ってボール持ったらすごい自由に動くんです、うん、ああいうのはフィジーにしてはエディィさんフィジーに対してエディーさんときは絶対ああいうラグビーするなっていう,もうまさに逆のほうのラグビーやったんですよね、うん、だからまあや,っぱあやっぱりそれはうまくいかなかったんでああまあ面白いなと思って見てましたけども、うんまあ、でも同じラグビーやってても面白くないと思うし勝てないと思うからこうなんか違うラグビーをチャレンジするっていうのは、まあ、選手のモチベーションという意味でもいいと思うんですよね。うんなんか 違うラグビーだったら面白いから勉強にもなるし、まあ、そういう意味ではジェミーさんという人が来てくれてエディさんとは違う主体性みたいなをも,もっと重んじるような人が来てくれて、まあ、選手にとっては面白いんじゃないかなと思いますね小松さんは今のジャパンのラグビーどういうふうにレベルが上がったと思うんですですからエディさんの時はああいうやり方でやるのが一番多分世界には通用するからああいうラグビーを選んでエディさんやられて。 でかなりレベル上がってると思うんですよね、うん、だから今だら高位楽譜もできるんじゃないかということで、まあ、一つこう進化したような形がこれから見られるのかなっていうふうには見てます、まあ、同じように広瀬さんと同じようにまあキック日本人がね、まあ、キックをって相手に渡してうどうすんねんみたいなとこ最初ちょっと心配しましたけどもそれがだんだんはまるようになってきて、うん、え他の国ともまあ今までやったら前線っていうのがねしてよかったなっていうのが当たり前になってきましたし、はい、ひょっとしたら勝てるっていうところまで来たじゃないですか。うん だからこそこういうラグビーが今できてるということで明らかにこうレベル上がっているのかなというふうふには見てますそれは選手の個々のレベルがってことですかうんとまず,経験がまずう、経験値がそういうとこ、まあ南アフリカに勝ったりして、うん、こう日本代表としてのこう何てうか一つの自信みたいなのが多分ついてきててて、うん、スーパーラグビーとかいろんなとこで経験して選手たちの,この経験値がかなり上がってますんで。 で対外国ってなった時きに、まあ、気持ちのもちろんまた違うと思いますしで個々のレベルも上がってきてるというふうに思うんですけどね、うんうん、ど,どうですか、ハル。<laughs> そうですね、そ,<う>あのその対外国人っていうのにはもうだいぶ慣れましたね、特にスーパーラグビーで、うんあの、あそこまでずっと試合しながら、南アフリカのチームだったり、オーストラリアのチームとずっと試合するってことはすごくエディさんのときにはなかったんで、うん、その経験値っていうのはすごく大きいですね。うんじゃ まあ去年、スーパーラグビーの合間にスコットランド代表が来ましたけど、はい、そのスコットランド代表もあんまり強く感じなかったぐらいですかそうですね。もちろん強かったですけど、うんあのー、そこまでテストマッチを経験していない選手がその試合に出てもスーパーラグビーで経験を積んでいたらそこまでびっくりしないというか、うんあのー、今までのエディエさんの時のように合宿の練習だけでじゃあ,あのビッグのテストマッチに出るとなかなかパフォーマンスが出なかったところが。 経験している選手っていうのはそこでもしっかりとパフォーマンスを出せるっていうのはやっぱ経験は大きいのかなと思いましたね。あとあの荒木さんに聞きたいんですけど去年その2015年のワールドカップで日本代表が勝ったんで勝ったのはあのメンバーですけどなんか日本ラグビー全体が自信を持ったみたいな感じがするんですけどそういうのってやっぱあるんですかねそそうでですね。私ははののの後のオリンピックっったので思った思ことは日本人が多分みんなのプレーを見て 僕らにもできるんじゃないか、私たちにも勝てるんじゃないかっていう風うな、そういう中、なんとなくですけど、私が感じたの他の競技の選手もすぐに思ってくれてるんじゃないかなっていうのはありますよね。あ<ー>ラグビーって知らんかったけど、あの白はすごい人らなんやみたいな。<laughs> このなんか報道からその受け <laughs> 受け止めた人たちが勇気をもらった感はすごいあるんじゃないかなと思って、あじゃあその。 2016年で例えばオリンピックで活躍した選手も、はい、あの2015年の,あの南アフリカ戦に影響を受けてる人はいるかもしれない、はいはい、たくさん言い張ると思いますあの、はい、直接メダリストの方とお話しする機会もありましたけど、はい、やっぱすごいねってあれを見たら私たちもできる気がするみたいそのな対外国人みたいなのが、うん、そういう,なんかこうなんてコンプレックスというか私たち日本人は外国人に対してあんまり、ね、勝ることはできないんじゃないかというイメージが払拭されたような。 はい、そういうい感じはしますそれう荒木さんいろんなスポーツの選手に接してて、はい、世界と戦う時ってどの競技でもやっぱりそういうことってあるんですかそうです、ね、そいうれは私たちが作ってしまうもんなんですけど、うん、でも身近な人たちがあの身近なその日本人の人ができたんだったら私たちもできるんじゃないか心理学の理論的にそういうのあるので、うん、ものすごくレベルの高い人ができたからって言われても僕たちもいいだろうと思うんですけど身近な 手に届きそうな人たちがあれをやってなけだっていうので、はい、心理的には必ず起きる現象だと思います。あじゃあこれ今後まあ日本のスポーツ全体が自信持って、うんはい、でまたどんどん買っていくと、さらにさらにどん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 みんな自信持っていくっていうことなんですね。は、ね、はい、はい、はいまあ、衝撃的な出来事だったはずで、あれだけのインパクトがあると、まあ、うん、日本の競技者にはインパクトあったと思いますね。はい、あれオリンピックのセブンスとかもそういうところあるんですかね。そうですかね。 まあ僕が知ってる限りではあのウィルチェアラグビーの三坂っていう車いすラグビーなんですけど彼コーチの人は僕と同級生で布施工業でちょっと怪我してウィルチェアラグビーになったんですけども彼はやっぱり僕らの日本代表の活躍を見て俺らにもできるから絶対頑張ろうと思ったっつって実際いろんなことを取り組んだら今回銅メダルよ見事取れたっつってましたし僕去年カーリングとか。 あとアイスホッケー日本代表のチームとかに講演行かせていただきましたけどはい、はい、その時もやっぱりみんなの目つきで全然違うなと思いますね。今までラグビーに対してはなんかこうどうなるろうと思ってた人もあやっぱりこの人たちってすごいなってなんかどういうことやってきてこんなに慣れたんですかってすごい興味津々に話し聞いてくれるようになったし<ー>あとはなんか、まあ、マイナーなスポーツの人もチャンスあると思ったの大きいかなと思いますね。まあやっっぱ日本ででで言ったら何でしょうね一番野球とかやっぱサッカーーすごいメジャーで、うん ラグビーってそこまでみんなに知られてなかったけどワールドカップとかオリンピックで大きな舞台を勝ったらそのスポーツですごい広まるんだってことを実感したんですよねだから彼らのモチベーションも上がったっていうのはすごいそういうところにいろいろ回ると感じましたねそういう意味ではその広瀬さんが日本ラグビーの歴史を変えるって言ってたのはもっと大きな影響があったっていう感じですねそうですねなんかスポーツのね考えを変えられたっていうのはもしくは日本人ってなんやろみたいなところの もう変えることはできたんじゃないかなと思いますね。でも、あのみんなが買ったのは英語でいろいろ読んだら。世界の。スポーツの歴史を変えたって。言われてるんですよね。<ー>私たちが目標ってた時は、日本のラグビーの歴史を変えたいって言ったけど。結局は世界のスポーツ史に残る。勝利やったっていうのは英語で。だから、日本国内でよりも。あの海外で。 よくはい、そう,いう,ふうに言われてるのを見ると、みんなってすごいなと思います。そうなんですよね。あれあの僕も現場にいて、次の日 B B C って英国放送を見てたら、あのタイマイクタイソンが東京で負けた試合と、あとあの2千九百六十年代かな、北朝鮮がサッカーでイタリアに勝ったみたいなのと並べてやってましたもんね。それぐらいこう。 世界の人たたちに衝撃的だったんですね日本が南アフリカに勝つわけないやんっていうそれを乗り越えたってのはすごいですね誰か知って分かってます世界の人たちが驚いてるっていうのはそうですねでもあの時はもうねもう次々試合があったんでそこまでそれに対してこう喜んでられなかったですよね次、うん、のスコットランドもあったし三はアメリカっていうのももう決まってたんで まあ,今もあんまりもう振り返ってないんでピンときてないですけど <laughs> レジェンドですよレジェンド世界のスポーツ紙の去年のウェールズ戦あのカーディフであった7万3000人入ったお客さんね超前にでその前にアルゼンチンとかもやったのに入ってないね5万人ぐらいしか日本の試合が一番入ったお客さんがつまりもう人気が出てるんですよね日本ラグビー見たいっていうそれは感じてますか そそれはは。感感じじました。<laughs> そのたの凄さすごかったですやっぱりもう本当にワールドカップに近いようなそれ以上の観客の人だったんで <laughs> さあ2019年のワールドカップに向けての話をしないといけないですねこの日本大会成功に向けてっていうことなんですけど、まあ、天理市はキャンプ地に立候補しましたので、えー、今後どういうふうにこのラグビーを魅力的なものだっていうことをアピールしていくかっていうことがあると思うんですけど、まあ、この「 ワールドカップのまず規模感を、ね、皆さんにちょっと知っていただきたいなっ,てちょっと思うんですけどなんかこう数字がありましたかね、これ2015年のワールドカップ48試合で247万人入ってるんですよ、1試合5万人以上、一番たくさん入ったのが8万9267人、これアイルランド対ルーマニアっていうまあ言ったらそんな高カードでもないので8万9000人ロンドンのウェンブリーってサッカーの選手ですね。 まあだからサッカーのグラウンドをちゃんとラグビーのワールドカップに貸してくれてああいうゲーが入っているんですけどもこれが日本に来るというねだからこれすごい世界の人からしたらこれすごいことなんですよね次のもう一個ありますかねすよね決勝戦のテレビ視聴者1億2000万人いてこのワールドカップを見にイングランドに行った人は46万人ですよ。 今回回回 SNS ででののビデオの再生回数、ね、2億7万回ですよだからどれほどこれが今ラグビーのワールドカップっていうのが大きなコンテンツかっていうのがあるんですけどですからもしここ天理市でキャンプが行われたら世界中にその天理という名前が報道されるっていうことにこうなるんですよねこれ実際廣瀬さんとかこう現場に行っててこワールドカップの大きさっていうか大会の規模の大きさみたいな感じたことありましたか規模のの大きさっていうのはまあ僕らが すごい身近に感じることあったかな規模っていうのはそんなに選手はわからないですけども、うん、そのラグビーがすごく愛されてるなっていうのはすごい感じましたね試合勝った次の日とかみんなそのラグビーの試合見てるから僕らがビーチでリカバリーしたんですねブライトンっていう海沿いなんですけどリカバリーしたらみんなこう昨日よくやったなとかね走ってる人も帰ってくるんですよわざわざ、うん、自転車の人もわざわざ帰ってきたりとかタクシーに乗ってブブブブとか言ってみんなそうやってなんか僕らの勝利知ってくれてたのを感じるとすごいラグビー根付いてるなって思ったのが。 なんかすごい嬉しかったです、ね、だから僕が思うのはまあ天理ってすごいラグビー根付いてるからこういったこう土地でこうキャンプ地になって選手が来たら選手はすごい嬉しいなと思いますね。みんながラグビー知ってたらやっぱり選手嬉しいしちょっと声かけてやってくれたらすごい喜ぶと思うんで「ああラグビー好きだよ」とか「よく来てくれたね」とか「ウェルカム」とか言ってあげたら彼らはなんか「愛されてるな」とかなんかこの土地来てよかったなって思ってくれると思うんで。 それは、ね、今後、その時だけじゃなくても今後インバウンドにもつながってくると思うしなんかもっと天理行来たいなと思ってくれたらいいじゃないですか今度家族連れて天理来てくれたらいいじゃないですか,なんかそういうふうな思いを持って天理の人が皆さんをお迎えするようなこう機運ができれば面白いいかなと思いますけど荒木、うん、さんも現場行かれてラグビーのワールドカップって、はい、あこんな大会やったんやといろんな感想があったと思うんですけどそうですね、はい、今、ヒロさんがあのおっしゃったように勝ってからは、ね、みんないろいろ反応してくれましたけど勝つ前はあんまり反応してくれなかったんで。<laughs> <laughs> デイリーの皆さんはあのぜひあの来,て来た時点で、まあなんかね、声かけてもらったりとかしてもらえたらなとは思いますけどダィ川選手どうですかそのワールドカップ行っていろんな感じだうんですブライトンそのベースキャンプで入った時にあのもうすごく、ま、街がもう本当にラグビーを盛り上げてくれててて行った時にはこういう市民会館で。 ウェルカムセレモニーしてくれて、はい、市長さんが出てきてくれて僕らこう、ね、舞台にあげてもらって記念品もらったりとかしてでこの街はこういう文化があるよっていうのをこう紹介してもらったりもしたんでそういうのをこう感じるとすごく、あのー、街のこともれ街の歴史も分かるしすごくこう迎え入れられてるっていう感じはしましたねあの小松さんはワールドカップには大会に行かれたことは、まあ、見たことはないです でその日本から見てるっていう感じなんですけどそうです、ねまあ、ただあの、ファイブネーションズとかっていうところの,まあこの盛り上がりというか、はい、観客とか含めたそういうのはしてるんですけれども日本でワールドカップしたらそういうふうになるのかなというふうな予想はしてますけども小松さんは2年間ぐらいフランスに留学されたんですねフランスは結構ラグビー熱強い,高いですごい、ね、ですね、はい、もうみんな酔っ払って試合前からもう寝てますよ。<laughs> <laughs> 騒ぎしすぎて <laughs>、はい、もうそんなぐらい熱狂的もうなんか爆竹とかグラウンドに投げたりすごいですもうお祭り騒ぎでフランスは特に激しいんですねそうですねもうプレスキックなんてもうブーイングですからね相手チームのこれだからちょっとあのイングランドの大会なんかはプレスキックの時はシーンとするじゃないですかだからこうお国柄があってね日本は多分シーンとする方のタイプだと思うすそれの方がいいですよねさんはこの天理に まあ、キャンプがもしし来たとしてどんなふうにこう天理としては世界の選手たちをおもてなしするっていうのはいいなと思いますかあの天理っていうのはあの昔から先ほど言いましたようにこうずっと盛んで,で昔は結構あの花園ラグビー場でテストマッチ東京と大阪でテストマッチがあって花園ラグビー場でテストマッチやるときにはみんな海外のチームは天理に泊まってたんですよ。うんうん、で、まあ、イングランドもオールブラックス。が天理泊まった時に 大グビー場で天理大学と何うんですか合同練習してくれてるんですよだからスとオールブラックスと多分スクラム組んでると思うんですけどこんな大学なかなか他にないと思うんですよその時の写真残ってますけどみんなこう天理大学の子はファーストジャージー来てそのオールブラックスの練習やってるところにこう参加させてもらって一緒に練習してるんですね天理も黒じゃないですか黒ですオールブラックスでだから多分あえて喜んでくれたと思うんですど <laughs> 歓迎されてると思うかもしれない <laughs> はい でまあ、その時またサインをもらったりして、まあ、そういうこうずっとこう昔は天理がそういう場所だったんですよですからもう一度、まあ、その頃はラグビーも全体人気ありましたしまたそういうような感じでこうラグビーをやることで盛り上がってくれたらいいし、まあ、天理としても何でしうかそういうのを受け入れるというかそういうことはもともとあったので、まあ、そういうふうに今回なったらいいなというふうには思いますけどね実際広瀬さん例えばキャンプ地ってどんなことが向こう行って 必要だなと思いました、まあ快適に過ごされたと思うんですけどどんな感じだったんですか向こうのキャンプ地はまあ僕ら結構気にするのはそのホテルとグランドの距離は結構気にしますね一<ー>日2回とか練習するんでそれで30分のかかってると一日2回と2時間それでロスしちゃうっていうのはまあ結構ストレスやったんでまあ幸いブライトンも10分とかぐらいのところにグランドも用意してます、まあ学校とかで練習するんですけどまあそういうのはすごい良かったですね 小松さんでも天理はそのグランドとか例えばウェイトのジムだとかそういうのはもう充実してますよね。そうですね。まあ天理市内で芝生のグランドがあって人工芝のグランドが二面あって、まあこんだけラグビー場がある街ってのはなかなかないと思いますし、はいはい、まああの割とこうなんですか距離も近いですから、まあそういう意味ではこう条件的にはいいのかなというふうに思いますし、そういうふうにこう今回の日本代表みたいにそのブライトンという街で あそこで奇跡を起こすとブライトン自体がが盛り上がり上ますよね街、はい、の人もものすごい盛り上がるっていうそういう効果もあるんですねキャンプ地ってなんかそのチームが活躍するとそうだと思いますねはいあの街の人はなんかそこの街でよかったって思ってもらえる、うん、まあそういう効果もあると思うんで、まあ、いろんな意味でいいんじゃないかなと街の,の人と交流とかはあったんですか学校、まあ、ぐらいですね、うん、学校でなんかセレモニー、ね、あ学校のそうですねセレモニーあったねあのっ2,000人ぐらいみんなこうツーラインで並んでくれて、はい 僕らそのの間通るとか全校のあとととか幼稚園の子もたたたちとちょっっ触れ合ったりしたんですねあ,すね、はい、あと学校僕らはメンバー外だったんでどっかのラグビースクールみたいなとこ行ってちょっとラグビー見たりとかそういう交流もありましたねあだからその代表チームが行くとそこ,の学校だそこの地域の学校だったりっていうところに必ず普及活動するす、ねはい、そうですね、はい、でちょっと触れ合ってこうやるってことは、まあ、これもすごいいいですよね大きい選手が来て実は優しかったっていう体験を感じてもらえればねラグビー選手っていいなって思ったってずっと残ると思うんですよ頭に。 そしたらなんかそう大きくなったときにもやっぱラグビーって良かったなっていうのがなんかあれば素晴らしいなと思いますね。あとやっぱりその受け入れる側の皆さんにそのラグビーの魅力だったりそういうのをもっと理解していただくとよりいいと思うんですけど、荒木さんすみません急に行きますけど <laughs> あのラグビーいろんなスポーツなのにラグビーっていうスポーツのなんか良さとか価値っていうのはどんなふうに感じられますか。えっとねラグビー選手のこのなんだなんか優しいですよねみんなね。 なんでしょう気持ち悪いぐらい距離感も近いですし優しいし思いやりのある人に育つんでしょうねきっとラグビーって多分そういうスポーツなんでしょうね、はい、なんか荒木さんにそのの立川選手の本書いた時にお伺いした時に、はい、その今回の2015年の日本代表もすごいそういう思いやりの心を持ってる<ー>と選手が多かったっていう。 多分リーダーズの取り組みっていうのはきっとねあったと思うんですけどやっぱりお互い思いやりを持ちながらそれぞれのコンディションを理解しながら誰が出るとかじゃなくて日本のラグビーっていうのがやっぱり日本のラグビーをどうにかしたいっていう気持ちが多かったと思う強かったと思うので若干日本人ってね閉鎖的なところがあっていい意味でもあ意味でもこう自分で抱え込む傾向にあると思うんですけど、はい、今回の日本代表の選手たちは本当にこう前向きに前向きに。 いろんなことを聞きながらシェアしながら共有し合いながら進めてきた感はありますからこれはラグビー独特だと思いますねそれは広瀬さんはどうですかラグビーのこうそういったこう魅力ラグビーってスポーツの独特のそうっすね、まあ、仲間の良さってはやっぱりラグビー特別じゃないですかね、うん、それはまあ僕らみたいに同じチームでやってる人もそうだし別に街であっても一緒だと思ってするんです。 隣でなんかラグビーやってたのにラグビーやってましたみたいな瞬間になんかも乾杯してるんですよ僕は何どこでやってたのって「ああ俺らラグビーやな」ってこれはやっぱラグビーのね、うん、持ってる魅力じゃないかなと思いますね、うん、なんかすごい仲間大事にしてくれまあなんか痛みとかしてるのも大きいと思いますねもしくはちょっと自己犠牲とかある,、はい、あると思いますけどまあ痛い痛いですねしんどいとかしんどいでもなんかみんなで一つのこう目標とか目的のためになんかやってきたっていう人たちはやっぱりなんか仲間を大事にできるのかなという気がしますけど。 あのラグビー憲章っていうのがあるんですけどちょっと資料を用意してラグビー憲章ってラグビーのこうルールブックの頭に書いてあるんですねこれを大事にしていきましょうラグビーは「品位情熱結束規律尊重」これあのイングランド行っても大きな競技場行ったらこれいっぱい書いてありますねこれをすごい意識してるもちろん英語で書いてあるんですけどねものすごい意識している、ね、その中で2つほど今言ってた話で言うと。 結束あ、ソリダリティというんですねこれはよくあの日本代表選手のチームになんで外国人選手が入ってるんだとかいうね意見とかもありますけれどもそこをあんま問わないんですねラグビーっていう競技はそうやって一緒にやっていくこれ広瀬さんすごくラグビーの一つの特徴ですねまあ日本のために戦うから日本代表って思ってますね、うん、それは日本人である だけのの必要ってあんのかなっててあかかないうかね生まれたとことか国籍って別に関係ないやんっていうのが、うん、まあアメリカ見たら分かりますけどねもともとアメリカ人の人だけじゃないですよね、うん、まあなんかイスラエルの人もいるし、まあ、シリアとかの人もいるし、うん、アメリカのトップの企業もそうですよねグーグルとかアマゾンとかの社長の人ももともとアメリカ人じゃない人いっぱいいますよねでもあかは彼らはアメリカのためにこう雇用を生み出したりとかしてて、うん、アメリカのためにいろいろ還元してくれてる。 それとして別にアメリカ代表であっていいと思うんで、なんか僕は国籍っていうのはあんまり気にしないでいいんじゃないかなと思います、ねうん、もう一つありますかね？もう一つかな？リスペクト。これもすごくラグビーでよく言われること尊重、相手を尊重する。マッチオフィシャルっていうのはレフリーのことですね。立川選手ここはすごく意識しているところですね。そうですね。はい、レフリーもやっぱり人なんで、うん、レフリーはどっちかに味方することも絶対ないと思うんで。うん そこをコントロールは僕らはできないと思いますししっかりとリ,リスペクトしながらプレーすることってすごく大事だなと思小松さんこういったことっていうのはこうチーム作りの中でこう意識されたり言ったりとかってありますかそうですよ、ね、まあ今のレフリーなんかでももともとやっぱり自分たちが楽しむためにお願いをしてレフリーをしてもらってるっていうところから考えれば当然リスペクトですし今の検証なんていうのは結局何ていうんですか。まああのうん 強いチームを作ったりとかいいチームを作ったりするというとろに全部こう必要なものが入っているのかなというふうには思いますこういうのを、ね、皆さん分かっていただけるとまたう、ね、よりこうラグビーの魅力っていうのが浸透するのかなと思うんですけどす、ね、あの小松さん天理にこうラグビーのキャンプ地が来た時ワールドカップのキャンプ地が来た時天理ならではのっていうのは何かこうあります天理の人っこの街ではそれこそようこそお帰りですかえ、ね、りですね、はい でまあ、あと、まあ、我々のチームのチームスローガンでもありますけど「まあ、一て一つ」っていう言葉があってこれテのキョウの言葉だと思うんですけどみんなで一つの目標に向かってあのいろんなこうそれぞれの役割は違うけれども、まあ、一つの目標に向かってみんなこう固まって一つの目標に向かって進みましょうというような、まあ、そんな感じの教えというか、まあ、そういう言葉があるんですけれども、うん、ですからまああのキャンプ地を誘致することでいろんなそれぞれのこう役割があると思うんですけど。 それぞれがもう協力し合って、まあ、この。来てくれたチームに対して、まあ、ようこそお帰りっていうような。なん,ていうんですか、人類の故郷と,というような意味で、はい、あの、ようこそお帰りなんですよ。はい、ですから、は,ですよいはい、そういうことで、ようこそお帰りっていうことで。はいうん、あの、気をつけてお帰りくださいみたいな、よく温泉がいたら、書いてあるじゃないですか。はい、<laughs> それは書いてないわけですよ。はいはい、要するに、ようこそお帰りということしか書いてないですよね。うんうん、それともう一つ、あの、誰が来ても。 あの喜んで帰ってもらうっていうそういうこの「喜ばさずには返せない」っていうねう<ー>まあそういう日そのこの言葉っていうのもありますのでそういう意味で本当天理っていうのはそうこうホスピタリティというかそういうのがあるのかなっていうふうには思いますしまあそういうふうにしていければいいのかなっていうふうには思いますね。<ー>キャンプ地とししてはすごいい素晴らしい精神ですよねですからまあこれまで海外の地盤いろいろ天理に来てるのもみんなやっぱりいい思い出を持って帰ってるっていうこと それが目的でやっぱり天理に来てくれてで、まあ、試合をしてこう天理の思い出を持って帰ってくれてるだからもう、まあ、最近はないんでかなりあの年配のえ代表の各,各,各国の代表の方っていうのは多分その天理の思い出を持ってはると思うんですよね。そろそろお時間が来ましたので最後に皆さんにひい言ずつだきたいんですけど、まあ、これから2019年に向かって、まあ、ラグビーを どうやって盛り上げていくかということをそれぞれの皆さんに一言ずついただきたいのとそれとやっぱりこのテニの皆さんにキャンプ地としてこと成功していただきたいというようなメッセージも込めて一言ずついただければと思うんですけど誰からいきましょうか荒木さんかからきましょうスポーツは見るするるす支えい そういう関わり方があるって言われるんですよね。だからラグビー特に見に行きましょう。私も先週鼻づまりましたけど、<ー>あの見に行ったらやっぱり愛情が確認できるのラグビーに対するね。うん、なんかたまにはテレビだけじゃなくて、あの現場に足を運ぶことが必要かなと思いますし、目も超えてきますしね。<laughs> あとはするは、ね、子どもたちをたくさんラグビーの選手を育てるっていう意味でもあの子どもたちにたくさんラグビーをしてもらう <laughs> 高校生も大学生もそうですけど、うん、してもらうこととあと支えるっていう部分では今監督がおっしゃってたようにあのようこそお帰りっていうところはきっとその支える部分になってくるんじゃないかなと思いますから。ははいいいありがとううござままますすすさんお願いしますそうで,すそうですね、ま、ずは、まあ 支えるっていう意味ではですね。ちょっとテロップ出てましたけど、ボランティアの人はむちゃくちゃ必要なんですね。ワールドカップもそうだし。まあ、まあ、ちょっとオリンピックは東京なんて離れるかもしれませんけども。イングランドで六千人か七千人ぐらいの人がボランティアとして、こう裏方でラグビーのワールドカップを支えてくれたということがあるので。これが日本のワールドカップにおいても、ボランティアのことめちゃくちゃ大事になってきます。ボランティアもなんかある日、突然行きたいと思って、できるもんじゃなくて。トレーニングをちゃんと受けた上で、ボランティアっていうふに参加するのが、あの、今の時代の流れですので、もし。 まあ天理っていうこともそうだしそのもっと現場に携わりたいってことがあったらボランティアのことに興味を持ってなんか参加していただけたらあのいいかなと思っておりますあとは、まあ、ラグビー日本代表去年のおととしすみませんおととし31年の中で辞めた選手って2人だけなんですよね僕とクレイグ・ウィングっていう2人だけなんであ<ー>まあなんかその,のこその2人だけの時はちょっと頑張って普及活動もしてワールドカップってこんなすごいよってことを。 まあ自分がそれは自分の役割だと思ってるのでそれを通じてラグビーのワールドカップに向かいたいなと思ってますんで、まあ、みんなそれぞれ役割があると思ってます僕はそういう役割香織さんはなんかそういう役割春は頑張るコンスタントでやるジャーナリストは、ね、ラグビーの魅力伝えるとか、はい、皆さん皆さんで何かあると思うんです、はい、絶対それをなんかえそれをなんかどんどんやっていってで2019年迎えて幸せになってお酒みんなで飲めたら最高かなと思ってますんで。 また呼んでくださいありがとうございましたありがとうございました,た話まとまってしまったから二、ね、人はもういいかいやこれねいつもこの順番で春にプレッシャーをかけるって <laughs> 春がこういくっていうなちょっともじゃ小松さんお願いしますいやもうね言うことないですけど <laughs> まあでもあのやっぱり2019年ラグビーワールドカップがそもそも日本で行われるこれはもうものすごいことなんですよね先ほどの数字もありました、ねはい、逆にすごいチャンスです昔やっぱりラグビーっていうのは サッカーよりも人気ががああっった時代があって国立が4万5万必ず、うんえー、サッカーの試合よりも観客がたくさん詰めかけてみんなラグビー面白いって言って見てくれたとそれからやっぱり J リーグが始まってどんどん逆になっていって今ちょっとマイナーなスポーツになりつつある中であの2015年の頑張りがあって今度2019年に日本でワールドカップが行われるとこれはもうラグビー界にとってはすごいチャンスですから、はい、必ず成功。 させないみみんんななななででですねみんなで整合させいいいといけないとけ、まあ、その中で春なんかが中心になって日本代表がまず強くなってほしいですしでこう全てのラグビープレーヤーがちょっとでもレベルを上げていいラグビーをしてまたそれを見た子どもたちがラグビーを始めてくれるっていうふうな流れっていうんですかその中でまた天理は天理で天理ラグビーの発展っていうのもありますしキャンプ地としてやっぱりこう盛り上げていくと僕の一つの目標としてはどのチームが来るか分かりませんけれども。はい スクラム組みたいですね。こう。北チームとスクラム組み。近隣のラグビーは、あのランニングなんですよ。最近ちょっとスクラム売りにしてますんで。スクラム組みたいですね。スクラム組もうぜ。はい。いいですね。ジョージアとかルーマニアめっちゃ強いからね。あのスクラム。五人ぐらいにし命かけてる。ちょっとそういうのは目標を持ちながら。楽しみにしてます。楽しみですね。はい。ありがとうございます。 さあじゃあ最後、ですね、旅川選手いや何も言うことないですけども <laughs> 僕はもう現役選手としてやっぱり、まあ、キャプテンもしてますしとにかく2019年あのワールドカップしっかり出て結果を残すってことがすごく大事なのかなと思っていますしその周りの環境というのはまあ広瀬さんであったりとか荒木さんが整えてくれていると思っているので、まあ、まずは、あのーまあ、怪がなく健康感謝で試合に出続けて、はい。 キャプテンとしてプレーできたらすごく幸せだと思ってますしとにかく目の前のことを一生懸命やって頑張っていいいきたいなと思いますで、まあ、本当にテレビでもいいですし生で見れたら一番いいと思うんですけど会場でこうラグビーを見るっていうことがまだまだ、あのー、日本の文化ではないと思うのでしっかりと見て、えー、いい準備してもらって。 ワールドカップを迎えてほしいなと思います。ありがとうございます。